ヒデさんの動画です。今日はスペシャルゲストに来ていただきました、メテオさんとお呼びしてよろしいですか。はい、はい、メテオの川野さんに来ていただきました、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、早速どんぐらいベタつかないか やりたいです。今こうあんまり汚れてないやつで申し訳ないんですけど、これにこれをこれからいきましょう。どういうイメージですか。じゃあこれを、はい、うん、もう全体的にシャーッと離した方がいいんですか。はい、 こんなもんだよ、はい、こういうこと。大丈夫です全然。あ、なる、ちょっと水っぽいですね結構。でこれで拭けばいいってことですか。はい、でそれで拭いていただいて、はい、じゃあ今軽くこう拭きます。だこれがまあその55なんとかだとベッタベタになるじゃないですか。はい、それがどうなるかっすね。あ、全然だ。こう油分がある感じではないんですね。もうちょっと拭くようか。もうちょっと拭くようだけど、ツヤが出てこれが汚れ防止になるんですね。そうですね、はい、持ってる工具全部これでやればいいんだ。どうじゃろうか。あんまビフォーアフターがないからあれですけど、そうですね、はい、はい、あ、簡単っすね。だ本当はこういうところも全部こう、 あんまり電子部品のところもあれか、そうです、ね、ベアリングなんかにこう入れてあげる感じで使ってやると。あと大平さんちょっとなんとなく感じませんか。そう、今顔やろうと思った、はい、何の匂いだろう。何の匂いですかこれ。バニラとかココナッツとかそういう甘い香りなんですけど、よくケミカルってちょっときついシップの匂いとか、はい、油臭いんですけど、これはもうこういういい匂いがするので。まあ、ちょっと画像だと、うん、動画だと伝わりにくいと思う、うん、あ、いい香りいい香り、はい、なるほどね。わかりました、ありがとうございます、はい、いえいえ、 OK です。で、まあ汚れがひどい時に、うん、ちょっとこのディグリーサー泡タイプっていうこちらをやっぱ使っていただくと、はい、まあ、より汚れが落ちるので。え、どういう感じか見てもいいんですか。これ使ってもいいんですか。どうぞどうぞ。でこれここに拭けばいいってことですか。はい、で振る、スプレーの噴射力がすごくきついので少し離していただいた方がいいです。じゃあちょっと待って、動画で映るに これ離しすぎじゃないですか。大丈夫です。おおなるほどね、はい、今の分かったかしら。ちょっと待って、ね、ちょっとなるほどね。こうしてこうして、あ、ここっすか。あんまこういうとこ入っちゃよくない。よくない、はい、よくはないです。揮発性はすごいんですか。揮発性はあります。あ、これで、あ、すごいですね。あ、あ、ごめんなさい、大丈夫。全然大丈夫です、すいません、はい、これでこう拭いていくと。拭いていくと、はい、なるほどね。今これはだからまたゼロの真っさらな状態に戻っちゃってるから、そうですね、はい、OK、 これをやってからこれで仕上げろと。そうです、通じました、はい、OK です。これも香り違う、もしかして。これはちょっとシトラス系です。そうですね、油落としなので、はい、柑橘系があの一番、うん、こっちの匂いが好きですね、はい、そういうもんじゃないか。あ、いいですね。あ、分かりました、ありがとうございます。特徴的なのが、例えばさっき言ったのからキャブクリーナーとかみたいなイメージ、うんうん、まあ、あのキャブクリーナーみたいにこう泡立つんですよ、うんうん、ただキャブクリーナーとかエンジンクリーナーって石油系溶剤になるので、うんうん、例えばじゃあ、塗装面とかにかかってしまったら攻撃性があるのでマスキングしてとかかからないようにっていう感じで皆さんやられるんですけど、はい、これ水性なんですよ。ウォーターベースなので、はい、まあ、あの例えばホイール、まあ、あのブレーキとかのパッドにかかったらもちろん危ないんですけど、はい、ホイールとかかけてその時に例えば、車のボギーとかにかけても攻撃性がないっていうところなので、うん、2輪から4輪ですね、はいはいはい、で実は家庭でも使えます。あのキッチンの油回り、はい、なのでこうちょっと去年からさっきカノがあって始めたってあったんですけど、サンプルうち使ってって、はい、あの女性社員が結構これ持っていくんですよ、うんうんうん、あ、なんか何に使うのかなと思ったら、あ、実はあのキッチンのお掃除なんで使いますみたいな感じで、いろんな使いで、まあ、あのもちろんお子様とか、はい、旦那様の工具とか自転車にも使うんですけど、うんうん、で、あのさっきあったようにシトラス系の香りなので、うんうん、じゃあ家でやってなんか油臭いっていうのもないので、はい、もう万能なんですよね。そうですね。とにかく気をつけるのはブレーキパッドはまず危ないですよね。まあそうですね。ただウォーターベースなんで、はい、まあ 100% 大丈夫とは言わないですけども、うん、ただもちろんオイルとかそういった潤滑剤をかけるよりはまだ安全性はあります、うん、ただもちろんそこは気を使っていただいてっていうところです、うんうん、えっ、と
口に入るのは NG？ それは NG だと思います。だからキッチン周りで使えるって言っても、ね、鍋とかはちょっとやめた方がいいですね。あ、そうですね。はい。あのその何ですか、火が出るそのコンロの周りとかをところです、ね、掃除するのにこれを使ったらいいんじゃないかと。はい。あ、わかりました。ありがとうございます。もう万能の。もう市場にあるようでない。はい、まあ脱脂剤だったり、うん、バーツクリーナーとしてはあるんですけども。水性のこんなシェービングクリーンみたいに泡立つっていう脱脂剤ディグリサーって、うんうん、まあ私たちのリサーチ不足かもしれないですけど市場にはないはずない、ほぼないほぼないと言い切ってもいいです。マコルさんのホーミングぐらいだ。そうですね。ギリギリで他社さんでもなんかそういった、まあ先ほどの K さんとかもあるんですけど、うんうん、泡立ちが段違いです、うんうんうん、もう数倍違います。これ振ってから使うんですか。そうですね、振ってから使っていただいた方が。僕さっきちょっと水っぽいかなって思ったんですけど、あれ振り足んなかったですか。そうですね、最初にしっかり振ってガーッと振れば、はい、もうちょっと全然大丈夫です。この近く、こっち。あー、ほんとだ。分かった分かった分かった、はい、150センチぐらいまで噴射できるっていう。へー、シェービング剤みたいな感じですね。あ、もうそんな意味です、そんな意味です。はははは、オッケーです。結構きついグリースを作ってる会社なんで、うん、はい、落とせるやつがそもそもこいつ落ちないと意味がないんで、うん、やっぱその講習がしっかりしてるっていう。そうかそうか、これをしっかり落とすための。そうですね。あー、なるほどですね。え、こっちを落としたくなる場面ってどういう時なんですか。例えば一回そのちょっと錆びちゃうかなとかって金属の保護をしようって言ってわーって一回拭くじゃないですか、はい、じゃあ例えばこれ拭きましたと、はい、どういう時に落としたくなるんだろう。落としたくない時はもう油汚れとか、はい、もう一気についちゃって、あーはーはー、こいつだとやっぱりこう砂利とかついちゃうとボディ汚ちゃ、うん、あの傷ついちゃうんで。なるほどなるほど。一旦これであの泡で浮かして汚れをアップさせて拭き取ってからこいつかければいいと思う。ああ、もう一回リセットしてってことですね。あ、よくわかりました。ありがとうございます。見ていただいた同じフォーミングクリーナーで水溶性で万能タイプってものなんですけど、はいはい、こうやると確かに泡立ちます、うん。お、全然違うけど、全然もう、うん、あれどこ行ったっていう。ちょっとあんまり他社さん出すとあれなんですけど、あれですけど、あ、なるほどね。これがよそのさんの機械だとこうなるわけだ。はい、多分さ弊社の商品だとまだ残ってるはずなんです、ね、もうさっきの場面残ってたから大丈夫です、はい、ヌルヌルする。そうですね、ちょっともう、まあ、同じ成分だとは、あ、水性って歌ってはいるんですがっていうところですね、うん。ちょっと待ってください。これをこうやって今浮かしてるわけですね、汚れを。で残ってると、で多分このタイミングでちょっとかけても、あ、一瞬はこうブブブブってなるけど、泡の残りがほぼほぼ一緒というか、まだこっちの方が残ってるっていうとこなんですよね。ああ、残ってる、はい、うん、なので、まあ、インパクトとかだと経年の油汚れって、うん、こういったオイルスプレーであったり通常のパーツクリーナーで落とすことってなかなかちょっと難しいので、はい、もう一発ディグリーサーで綺麗にしているっていう動画を結構皆さん上げていただいてますね、あ、そうだ、今更なんですけどこれ今ゴムじゃないですか、はい、だからこれも傷めないってことですね。全然傷めないです。こうペカペカひび割れてこないですかね。大丈夫、はい、大丈夫ってことだ。はあ、分かりました、ありがとうございます。まあ、シリコンとコンタクトクリーナーの速乾がどのぐらい早いんですかっていう。お、素敵、何それ、はい、ちょっと面白い。で、速乾性シリコンのお話ですね。そうです、今はもう速乾性のシリコンですね、はい、で今段ボールが一番こう揮発していくのがよくわかると思うんで。おー、乾いた乾いた乾いた、乾いてて、でここはもう見えてるかな、はい、どうですかね、溶剤なので。ああ、いいですね。このテカリ具合がなくなってるイコール乾いてきてるってことですね。乾いてきてるってことです、ね、はい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 。あ、もう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 だいぶいいですね。はい、へえ。とあと、まあこのクリーナーの方もそうなんですけど、うん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 、ちょっと吹き付けすぎましたが、これももうほぼさーっと。こっちはクリーナーがメインなんで、はい、やっぱりあまり残ってると再付着になるので、はい、さっと乾く。あ、もう乾いたわ、はい、こっちももう乾いた、うん、そうですね、はい、へえ。っていうぐらい速乾イコールやっぱりかなり早い。すごいわ。裏でいきます、
あ、なるほどね。こういう白いグリスですね。あ、ごめんなさい。あ、そうですね、こういう白いグリスと、はい、こういう白いグリス、ね、はい、はいはいはい。で、ちょっとお気づきかもしれないんですけど、吹いた時にちょっとペンキのようなつき方じゃないですか。うん、うんうんうん、そうですね、はい。で、あの他社製品だと真ん中の吹き付けがきつすぎるんで、ずっと端っこに寄っちゃってこうボーダー状になっちゃうんですね。ああ、はい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 。このスプレーのいいところっていうのは、うんうん、吹きかけると、はい、要は均等に吹きかけるんで、確かに噴霧の拡散力がすごくいいので、うんうんうん、あまり吹き付けなくてもきちっとメンテナンスできるっていうのが、一番のその利点ですね。なるほどね、はい、持続性。そうです。でやっぱり粘度が高いので、うん、かなり持続しますし、うん、白がちょっと色が変わってきたなっていう時はあの効能が落ちた時なので、色がなくなればまたかけていただければ。これじゃあずっと白が残るんですか。はい、でずっと白です。であの茶色くなってきます。はあ。で、あ、茶色くなったな、メンテナンスの時期だな、またかけようっていう、ああ、なんかそういうやつですね。だからなるほどですね。あのよく使われているのは農機具とか、うんうんうん、ああいうところはやっぱりしょっちゅうメンテナンスできないし、はい、皆さん忙しいの忘れちゃうので、この白いのでは面白くないから、じゃあ次かけとこうかっていう、なるほど、まあ、そういう何ですかね、メンテナンスが分かるっていう白ですね。これ拭いたら白消えます？白いです。はあ、はあ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 、ああ、本当だ、白いんですね。はい、あ、でこれがずっと残るわけだ。残ってます。はははは、わかりました。はい、 OK です。あのちょっとこだわりたいのが、うん、このマルチユースのところなんですけど、うんうんうん、これってあの2000通りあるっていうのはまあちょっと面白い用途もあるんで、うんうんうん、まああれなんですけど、実はこれってこう見ていただけますか、うん、炭酸ガス CO2、はい、CO2 ガスなので、はい、これ自体ってよくあの火つけるとこうファイヤーバーナーみたいになるじゃないですか。ああ、なるなる。LP ガス、はい、市場にあるのはほぼ LP ガスなんですけど、おーおーおー、炭酸ガスを使っているってことは着火性が低いんで、はい、あの火花が散るとこでも使えるので、そういう理由で、はい、やっぱりあの世界各国で、うん、火花が散るところから家庭まで使ってるっていうのが、うん、まあ、この汎用性の一番のいいところなんですけど、これはもう本当に すごいです。安全であるってことですね。安全であるっていうことですね。おー、すごい、わかりました。内容量が他社製品だと 400ml って確かにあるんですけど、はい、後ろ見てもらうと、これって 400ml 入ってるんですよ。要は溶剤自体が、あ、はい、油自体が、うん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 、で炭酸ガスで400で400 の溶剤が入ってるんですけど、はい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 、他社製品は仮に400あったとしても、はい、LP ガスを使っているので、うん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 、溶剤自体は半分ぐらいしか入ってないんですよ。はい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 、なので実際、ああこっちの方が安いじゃんって買われる方いるんですけど、いる、実内容量は半分なんですよね。それ本当に半々なんですか。あ、もう本当に 半分です。あの半分以下もあります、ね、なるほど。よくあの、まあ、某ホームセンターとかであると、まあ、安い PB とか、はい、ああいうやつはもう本当に400ml 缶ですみたいなイメージですね。そうです、 400ml 缶なんですけど内容量ではないみたいな。170ですか。はいはいはい、はい、イメージしやすいのパーツクリーナー、はい、あの使われた後って、うん、すぐ穴開けちゃうとボンってなるじゃないですか。おおお、あ、なるほど、はい、2、3分、うん、プシューってかけてガスを抜いて、うんうんうん、穴開けてそれでもボッってなるじゃないですか、うん、なるほど。それが LP ガスなんですよ、はい、結局、はいはいはい、あの缶って 800ml ぐらいあります、はい、実はアルコール成分って300だったり400ぐらい、うんうんうん、残りは LP ガスなので、はい、最後までやらないとっていう、だから最後、うんうんうん、溶剤を使ったのもあれだけ、はい、ガスが入ってるっていうのが多分一番分かりやすいですかね。そういうことですね、はい、これは炭酸ガスだからっていうのは、なんで400いる、圧縮性が炭酸が高いので、はあはあはあ、LP だとあの圧縮できしきれないので、うん、はい、まあ、そういう あの特徴がありますね。うん、はい、本当に400入ってんぞってことですね。そうなんです。もうこれ自社で実験して他社とジューってこう、それは瓶に入れて、あ、瓶に入れました。あ、確認もしました。さすが、差し込みでここら辺にちょっと入れといてもらえれば画像を、あ、本当ですか、もらっていいですか、はい、あ、OK、じゃあ画像もらって、悪いやつが、ね、なるほどですね。あ、分かりました。でそういう意味も含めて、まあ、さっきあのなんで WD-40 かっていうのは、やっぱりクオリティと、あと歴史と、あとまあ安全性とかっていうのがすごくまあ今打ち出しているところなので、まああのなぜ WD-40 ですかって言われると、もうそこがストロングポイントですね、はい。
じゃあそんなところで大丈夫でしょうか。はい、はい、というわけで、以上ヒデさんの動画でした。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。すいません、今撮影後のちょっと雑談をしてて急遽決まったんですけれども、この今サンプル化をいただけるってことで、どうぞいいんですか。どうぞどうぞしかも2あ、数字は何ですか。いや大丈夫です。はい、すいません、今撮影をしたってことで200巻、このですね、この一番今標準だって言ってたどれでしたか。これですね、はい、マルチユースタイプ、はい、これのサンプル感を今、いただきました。なので、サンプルということは0円ということですね。なので今オンラインストアの方に、200巻限定ですけれども、こちら1人、まあ、1本までって形で0円で並べました。もちろん送料がかかってしまうので、まあ、何かうちで買い物をしてくれた時に、これを1巻だけポチッとなってしていただければ、これを入れて、お送りさせていただきますんで、ぜひとも、まあね、1回使って良さを実感してから、こちらを買っていただければなと思いますんで、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。あ、そっか。あ、いや、大丈夫ですかこれ。もう大丈夫です。大丈夫。もうオフショットなの。オフショットなの。オッケー。あ、そっか。さっき言いましたね。出たが。出たし。ベタがいたので申し訳ございません。ずっと我慢してたんですね。そうですね。喋りたかったっていう。